おっしゃ、それではテニスの王子様、学園祭の王子様ですね、続きをやっていきたいと思います。前回からお化け屋敷作り、本格化いたしまして、みんなね、人を脅かすとなったらもうノリノリでございます。で、8月の26日金曜日昼ということで、話す回数が2回ありますんで、もうなんかみんなね、集合しちゃってますけど、ここ行こう。イブちゃん、話す。イブちゃん、あー並んでるよ。多分これでイブちゃん行こうとすると、だよね、神尾くんがガオーとなると。で、神尾くん、あ、これは話すんじゃなくて見るだから大丈夫かな。オッケー、じゃあイブちゃん行こう。やっぱり下がるんだよな。イブちゃん、 CD 持ってきたよ。イブちゃん、俺に何か用？よ、大したことじゃないよ、ちょっと話さない？ああ、そうしたらじゃあ特殊話題、この13階段の話題、これ行きましょう。この前増える階段の話があったよね。ああ、あったな。ワカメが騙されたやつね。あのあとどうしても気になって、あの階段行ってみた。よく行ったね。もう一回行って数えた。それで？で？何回数えても12段しかないのよね。当たり前だろ。ああ、もともと12段しかないんだよ。イブちゃんに騙されたっていうのまだ全然気づいてないんだよ、ワカメ。え、でもあの時確かに、あの時のことよく思い出してみろよ。数え間違いって線は絶対考えないんだな。思い出すって言っても、あの時は普通に階段の数を数えて9段目まではな。うん。え、あ、そういえば途中でイブくんが時間を聞いてきたっけ。そう、思い出した。で、続きを数えて、あ、時間10時ようやく気がついたか。鈍いやつ。ごめんね、ピュアなんだよワカメは。あの時10時ちょうどだったから、10時ちょうどに階段の数が増えるの。そういうわけじゃないんだよ。おいおい、まだ気づかないのか。ピュアというか、ごめんねバカで。あのな、うん、あの時10時って言った後11、12って数えただろ。そう、もう10時って言ったことで、ね、10を飛ばしちゃったんだよワカメは。え、そうだっけ。そうなんだよ、覚えてすらいない。それで一つ数え間違ったの。そう、ワカメのミス。なんだって、イブくん騙したのね。まさか気づかないとは思わなかった。ごめんね、俺も気づいたのかと思ったよ。うー、確かに、なんて初歩的な引っ掛け。面白いなお前。ありがとう、もう最高の褒め言葉だよ。あ、で、上がりはしますね。あ、結構上がる。今回余裕を持って高いまでいけるんじゃないかな。で、もう一回話す。立花さん行って、イブちゃん大丈夫なんかな。イブちゃん、あー、下がるかどうか見えない。行こう。で、何の話題？立花先輩、今いいですか？どうした？うちの奴らが何かしたか？イブちゃんに騙されましてね。いえ、皆さんよくしてくれます。そうか。はい、少しお話でもと思ったんです。ああ、分かった。いいですか？そうしたら立花さん、宿題の方は？部活がある時の宿題はどうしてるんですか？ちゃんとみんな話は聞いてくれますね。どうしていると言われても普通にしているとしか言えないな。学業の方もそれなり文武両道できてんのかな？ちゃんとしてるんですね。お前は俺がサボるとでも思っていたのか？いや、みじんも思ってない、メスもないですよ。いえ、そんなことは思ってませんよ。そうか、それなら思ったと思ったんだな、立花君は。あ、上がる？マックスまで行かなくていいよ。んで、今で夕方になりましたと。1回2回ぐらいだと思うんだけど、あ、1回ですね。そしたらじゃあ行こう。イブちゃん、イブちゃん、まだここにいるよ。何やってんの？イブくん。俺に何か用？よ、大したことじゃないよ、ちょっと話さない？ああ、ってことは選択肢来るな。どうしよう。本、音楽、おしゃれ。イブちゃんゲームやんのかな。まだ恋の話題はちょっと早いと思うんで、ゲーム行こう。テニス部のみんなでゲームしたりする？ああ、部活が終わった後もたまに行ったりするな。何やんの？そうなんだ、やっぱりみんな仲がいいんだね。そうかもね、まあ、少人数ゆえにね。
っぱり人数多いとね、なかなかそのグループみたいなのもその中でさらにできちゃったりするけど、不動峰は少人数制なんでみんな仲がいいんじゃないかな。誰が一番ゲームが上手いの？アキラかな。ああ、あいつ反射神経いいからシューティングとか、ね、あ、シューティングもできるんだ。ちょっとムカつくけど。余計な一言だね。イブくんだってきっと上手いよ。ああどうも、きっと上手いよね。はいはい、じゃあ一緒に行こうよゲーセン。上がる？え、下がんの？マジで？おい、まさか下がってしまうとは。今日も忙しかったな。あ、眠い。まあいくらでもね、まだ挽回はできると思うんで寝よう。今回まだミニゲームが来ないんですよね。で、8月27日土曜日朝、挨拶来るかな。この間手配しておいたセット今日には届いてるよね。届いてなかったらまたなんかトラブルになっちゃうけど、会場行こう。挨拶ない。あ、で本館にイブちゃんいるんで行きましょう。はい、話す回数1回しかないな。ん？あ、誰も話し相手がいない。見る方だな。見よう。でもだいぶお化け屋敷らしくなってきたんじゃないかな。あれ、イブちゃん何してるのかな。ああ、なんかよ。あ、いやいやいや、見てただけなんだけど。あれ、どこに行くの？テニスコート。あ、壁打ちの練習に。私もご一緒しても。へえ。興味があるならやってみる。やるやる。はい、うん、やってみる。わかった、じゃあ行こう。お、人形集めよう。またお奉行の人形かな。本当にやるの？やる、本当にやるよ。やべ、ちょっと待って、笑わせんな。はい、これね、そんな難しくはないんで。はい、これでいい。で、次なんか2個になるけど、まず1個目、こいつを壊して。はい、これ簡単ですね。おめでとう。ありがとう。言ってほしい。お、言ってほしい。もっと褒めて。サダハル人形だよ。私褒められて伸びる子なんで。今日はここまで。はい、見てくれてありがとう。ああ、またな。でもなかなかお上手だったでしょ。あんま褒めてくんないな。そうしたら話す。まあじゃあここでいいかな。またテニスコートですね。あ？ああ、お前か。何でしょうか。あれ、どちらに行かれるんですか。広場だ。広場。ラケッティングの練習。ラケッティング？ボールをラケットのスイートスポットで打つ練習。ボールじゃないんだよ、あなたたちがやってんの。どうだ。やります、やります。じゃあ、はい、話させてよ。でもよし、行くか。わざわざ広場に行くの、ここでもよくない？どんだけ歩かせんだよ私を。ボールじゃないんだよ。でも始めるぞ。あ、ボールだった、やべ。だからさ、ボールではあるんだけどさ、でかいんだよ。クマなんだよこれは。おい、もう一回。あまり良くはない。良くはないね、そりゃね。標本なんかじゃなくて、もう一回行こう。では始めるぞ。だからさ、クマなんだよこれ。はいはいはい、いい調子だ。はい、よし、一個は行った。はい、いや、ちょっと待って、無理。クリアだよ。でもやるな。本当ですか？見事だったぞ。ありがとうございます。まあボールをね、打てたからよかったよ。シシドくんだよ。一個でもいいんだ。でもむずこれ。よし、今日はここまでにしよう。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ではな。ではな。上がんの？イブちゃん上がんなかったでしょうよ。マジか。で話そう。もこれ以上ちょっと立花くん上がんのまずいんで、神尾くん行こう。神尾くん、
神尾くん。ん？はい、私ですよ。今大丈夫かな？ああ、大丈夫。何？本当に？話しかけていい？そうしたら、なんか神尾くんゲームが上手いって聞いたんだけど、神尾くんはゲーム全般好きかな？ああ、ゲームはそこそこ好きだぜ。でもやっぱ音ゲーでしょ一番は。どんなのが好きなの？やっぱりスピード感があるシューティングとかレース系かな。あ、そっちなの。そうなんだ。ま、暇がなくて最近はやってないけどな。私暇がなくてもゲームばっかりだよ。こんな大人になんなよ。君たちはまだ将来があるからね。で、とりあえずこれでお昼になりましたと。あ、で、なんかまたやっと会議が終わった。さあ、お化け屋敷作りに行かないと。届いたセット。さて、今日は病院のセット作りだ。はあ、そこのベッドは本物？本物なの。うん、廃棄される予定のものを譲り受けたの。レンタルじゃなくて。他にも点滴台やら壊れた心電図の機材やら古い予防ポスターやらいかにもなものが山ほど。本格的だね。よく手に入れてきたな。いや、マジで本当によく手に入れたね。ある劇団が使ってた大道具が不要になったので引き取ってきたのよ。いい仕事をするな。本当にありがとうございます。これだけあればセット作りも楽だな。でしょ。では早速始めよう。はい、ちゃちゃっと終わらせましょう。めっちゃ雰囲気出てる。なかなかいい感じに仕上がったな。本格的。本当に雰囲気出てるっすよ。いかにも無人の病院って感じで。病院じゃなくてこれ墓地だよ。病院らしいのはいいけど、少し廊下の見通しが良すぎないか。じゃあもうちょっと迷路にする？確か見通しが悪い方がいいってこの間聞いたけど。はい、私が言いました。ワゴンや人体模型を置いてみたらどうかな。リモコンで動く仕掛けをつけて。おお、良さそうだな。ただ動く仕掛けはどちらか一つにしておいた方がいい。はあ、あまり多用すると効果がなくなる。なるほど。そうだな、人体模型では怪しすぎるからワゴンの方がいいだろう。ああ、いかにも動きそうな人体模型ではなく、あえてワゴンの方を動くようにすると。なるほど。いかにも何かありそうな人体模型に気を取られていると、うん、ワゴンが動いて驚くわけですね。まあ、どっちが動いても驚くとは思うけど。あとは石田がもうじきドライアイスを持ってくるはずだ。ドライアイスの煙で視界を遮ろう。立花さんが人体模型の役やって動けばもっとびっくりすると思うんだけどな。足元を隠すわけですね。なるほどね。おい、ドライアイス持ってきたぞ。ありがとう。お、ご苦労さん。じゃあ一度ドライアイスを試してみるか。本館一体黙々にならないようにね。主人、そこのバケツ貸してくれ。はい。これ？それ。あ、その水の中にこのドライアイスを放り込めばスモークが出てくるはず。よっと。やけどすんなよ。おお。どう？ブクブクいってるな。本館一体になんない？スモークも出てきた。ああ。でもこれだとまだ物足りないな。もっと放り込むか。だから本館がさ、このお化け屋敷の中だけにしてよ。出てきた出てきた出てきた。おお、なかなかいい感じじゃないか。これで照明をうまく使えば雰囲気が出るだろう。照明になんかフィルム貼ってもいいんじゃない？あのカラーフィルム。あれ、少しスモークが減ってきてませんか？もうドライアイスが蒸発しちまったのか。追加追加。まあ、あくまで今練習だからさ、そんなもったいなくない？出てこないな。あ、出てこないの？なんだ？なんで？なんで？あ、素手で触っちゃダメです。おっと、そうだった。あ、水が凍ってやがる。あ、水が凍っちゃったの？そうか、冷えすぎたんだな。そんなことがあるんだ。でもそうなるとあまりたくさんスモークが出せませんね。そうだな、確かにこれでは長時間は使えない。うん、たとえお湯でやっても同じことだ。お湯でもダメ。スモークは
いい感じだったんだけどな。まあ要所要所でここぞっていう時にやるしかないってことじゃ。あ、じゃあ業務用のスモークマシンを用意しようか。そんなもんがあるのか。そんなもんあんの本当に。うん、レンタル業者のリストにあったよ。ではそれの手配も頼む。はい、わかりました。あとなんだか人工物が続くから、うん、何か自然のものも置きたいよな。自然のもの、木とか。木、あ、柳の木。なるほど、良さそうだな。遮蔽物にもなるし雰囲気も出る。じゃあ柳くん連れてこようか。柳ならそのあたりで伐採してる業者からもらってこれませんかね。いや、立会台にいるよ。そうだな、いちいち手配してもらわなくてもそれくらいはこちらで揃えられそうだ。勝手に動いちゃって大丈夫？じゃあ俺後でこのあたりの業者当たってみます。よろしく。ああ頼む。確かに石田くんっぽいもんな。いやでもいよいよ完成が見えてきたなっていうところでですね、結構いいお時間にもなってるんで、今回この辺にして、次回ですね、またここから先を進めていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。で、ほんでまだうっそ、やったごめんてるくん疑ったりして、ちょびっくりした。いや、すげえいい勝負でした。ありがとうございました。ヒールトリガーだ。一発でいけましたね。初めから真実はいつもじっちゃん。そういう軌道は苦手なんだって本当に。近い近い近い。バカ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 、何やってんの。おい